もう少し飲む？終電間に合うの？いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。だよな。じゃあ行ってみよっか。池袋交差点24時。はいどうも加藤です。はいどうも俺です。はいどうも。ね、今の時期、ね、受験もさ、うん、まあ大学はさ国立はちょっと残ってたりするけど、うん、大概終わってさ、うん、進路でさ落選してね、うん、落ちたやつ受かったやつ、ね、泣くやつ、うん、笑うやついるけど、そうだね、小田君のよく何この時期二次募集、そうそう、俺の友達みんなほら不良で勉強しないからさ、うん、全員落ちたんだよね。で高校受験、高校受験、うん、で二次募集でなんか面接とかさ、うん、あとその夜間随分付き合ったね。何付き合ってって何しようちょっと面接あるから付き合ってくれよっつってさ、うん、もう学校の前で待ってるやつ学校の前で待ってるだけだの、うんうん、あとコートル君何親みたいに送り出すの親みたいな友達を、そうそう、夜間頑張ってこいっつって、そうそう、うん、夜間はでもなんか俺教室まで入って夜間の人となんか並んで座った記憶あるの親だよそれじゃあ、いやいやそんな感じよ、よろしくお願いしますってお前が言うの、そうそう、でね、うん、友達の就職とかもさ、うん、結構その入社式の時とかついてやったりとかねなんでそれ頼れる男なんだよね昔から、うん、でじゃあ重宝がられたんだ、だからみんなさ重宝がられたら兄貴肌だったんだ、うん、やっぱり小太郎君が行くと何安心するの、まあ一人で行くのもなんかちょっと照れくさいっていうかさ、うん、嫌だったんじゃないの、あでまあ友達親と行くのも、うん、それこそだってさ照れくさいし、友達が初めてアイペンかける時も付き合ったからね頼むよっつってアイパーが投げるからやれよっつったらさあ小手でもらってるからね、うん、1,000円出せよっつってさ1,000円出せよっつったの、うん、で1,000円もらってもらってさ、うん、で何孫ボーイもっつったの、そうそう、でその線で帰り銭湯から帰ってさ、うん、2人で、でアイパーだからそいつ洗えないじゃん、ああちょっとね、うん、セットしてるからね、そうそうそう、すごい面白いな、こんな感じだったね青春時代はね。で小手が別にやるんでしょ、受験はじゃ普通だったんだ、そうだよ受かって、受かって別に二次募集も何もなく、そうで俺はまあ公立をさ、うんうん、まあ受かったわけだよ、うん、でも私立行ったもんね俺、うん、だから先生に呼ばれて怒られたよね、なんでお前は公立なんで受かったの、ああ行かねえんだと、うん、別に行きたくねえんだもんみたいな話になってさ、なんで小太郎君そこで私立選んだの、いやなんとなくなんとなくとだって全然違うじゃん公立と、もうそんなの違いはまださ、だってヨーロッパって国があると思ってた頃だから、うん、はあね、小太郎君今でもヨーロッパ自体が一つの国だと思ってるから、うん、だからまだどうでもいいと思ってた、ただ先生にさ、うん、お前のせいで一人落ちたんだぞって怒られちゃってさ、ああそういうことか、うん、なんだこいつと思って、なるほどね、行かねえんだったら、そうそうそう、受けんなこんなとこ受けんなと、最初から手術一本しろと、それもそうだなと思ってさ、うん、じゃあそんな高校も辞めちゃうでしょ、辞めさせられちゃうんだよね、ギター弾くために、そうそうそう、であれだよ孝太郎君だってさ、なんていうの、その辞めたのがさ、うん、後々生きてくるじゃん、なんでキンクスのレイ・デイビスだ、あそうだよね、デイブ・デイビスだよ、ね、ギターのデイブ・デイビスにさ、そうだね、あいつ95年4年、95年か4だよね、ね、うん、来日した時にあれギターマガジンだっけ、ギターマガジンのインタビューでキンクス の, あの、ね、リードギターのデイブ・デイビス、そう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 、まあ、どちらかというとキンクスってね、あのレイ・デイビスがね、うん、あの注目されてて、そう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 、弟の方はね、うん、あんまり注目されてないんで、うんうん、いいギター弾くのにね、いいんだよね、でそれで孝太郎君が、まあそのまあ、インタビュアーというかね、そう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 、に抜擢されて、うん、それで行って、ちょうどそのデイブ・デイビスもね、うん、あの高校中退したんだよね、そう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 、すっごい終わるでね、そうそうそう、で森の中であれ女の子こましたんだよね、そうそう、こましたの、うん、それがバレて学校に、そうそうそう、でクビになったって、でそのこの男インターナショナルで調子いいからさ、まずデイブに行って会った瞬間にセカンドのね、うん、あのカインダーキンクスっていう、そう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 、あれのデイブの髪型がちょっとマッシュルームっぽいんだけど、孝太君その時そういう髪型してって、でデイブさん今日はあなたの髪型できましたっつったら、もうデイブが喜んじゃってね、そう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 、なんだよお前っつって、ね、で挙句最後言ったんでしょ、俺も、あそうだ、俺をもうあなたに見習って高校中退したんですよってデイブも「おう」っつって、でもいいとこだけ見習ってくれって言ったの
いい人だね。いいところだけ見習ってくれって言ったんだ。そうそうそう、すげえ受けてたけどね。あ、そう、そりゃ受けるよね。あのインタビュー最高に終わったんで、なんかの曲で、この曲があるんですけど、これあ、あなたの曲のなんとかっていうギターソロのパクリですって、あ、自分から僕マグロしたんだよ、ね、おうちでやるんだよね。あの兄貴はね、レイディビスはすごいなんかこう神経質そうなね人だったけど、お会いしたけどね、お会いしたけどね、弟のデブは本当になんか気さくなね、気さくなね人だったよね、うん、いい人だったね。あれでしょ、で孝太郎君がその、うん、高校中退した時の話を なぜか知らないけど、インターナショナルのキングスのその弟に話した時に、うん、弟が、うん、自分が高校辞めた時にお袋が泣いたって言ったんでしょ、それが辛かったっつったの。泣ける話だね、演歌だね、泣ける話だよね。え、伊達にちょっとね演歌調の曲ないよキングス。ねえ、そういうところはイギリスも日本も一緒なんだね、やっぱりね、近いもん持ってるよね。ねえ、特にイギリスと日本は。でそれからなんか孝太郎君デイブすごいなんか仲良しになっちゃって、そうそうそう、その後のね中野サンプラザのライブ見に行った時にさ、ステージから手振ってた、ステージからね孝太郎君に手振ってんだよ。キングスが、大のキングスがびっくりしたよ俺、ねえ、そうそう、でそういった意味じゃ孝太郎君ってさ、なんかこう、うん、なんていうの、こう外国に行きたがらない割にさ、うん、外国に一旦行くとさ、うん、そのガムの五郎さんじゃないけどさ、いろんな地元の人とさ、うん、すぐ仲良しになっちゃうよね。ロンドンでもね、街中知り合いだったもんね。そう、あのレコーディングで1ヶ月半ぐらい滞在したんだけど、近所のとんかつ屋の、ね、イギリス人とすげえ知り合いになっちゃって、そう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 、で違うイタリアンレストランでね、うん、飯食ってたら、なぜかそのとんかつ屋の白人の親父がやってきて、孝太郎に、お、何やってんだっつってね、そう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 、まあ仲良くなったんだよね。え、なんで、なんだろうね、なんか気があったんだよね。だってあいつ完全に白人だったよ。いや、なんかほら俺も向こう行った時になんかね、10日ぐらいで言葉覚えてさ、うん、適当に喋ってたんだよ、その親父さんと、うんうん、でなんかで、とんかつ食いに行ってたの、行ってたよ何回か、うん、で横のチャイニーズのところのおばさんともすごい仲良くてさ、うん、結構あの辺一体仲良かった。いや俺びっくりした、俺のことイタリア人だと思ってたんだよ。本当かよ。いや本当だよ、あいつはイタリア人と日本人見分けつかないって言ってたもん。あ、髪黒いし、うん、うん、そんぐらい極端だ、うん、言ってたよ。本当かな、だからそう言ってたよ、だからそいつはね。で、まあでも結構あの辺はみんな仲良かったよ。あ、そうなんだ、うん、あと近くのあのパブのさ、うん、あそこのおばさんと、おばさんね、うん、そういうところで孝太郎君やっぱりインターナショナルにモテるよね。そうなんだよね。で韓国であれでしょ、うん、あの、うん、屋台でさ、うん、あの寝ちゃったらおばさんに起こされたんでしょ。そう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 。それでさ、すげえ酔っ払ってたんだけど、うん、でその次にね、韓国行った時にね、うん、その屋台の前通った時、おばちゃんがね、俺のこと見て、覚えてたの、あれこいつどっかで見たなって顔したの。酔ったのね。酔んない酔んない。なんでそれが、だってさ、おしっこしたやつったらさ、こっちだっつってドラム缶の前で出かけたんだから。ああ、でもそういう感じなの、まだ、うん。屋台みたいなところ。そうそう、屋台。でもね、横のビジネスマンがね、うん、あの変なスープご馳走してくれてさ、なんかそういうの多いよね、うん、なんかその時もちょっと話したんだよ、いろいろ。その時勉強してた ビジネスについてちょっと俺がタガログ語じゃねえや、タガログ語韓国語でさ話したの、うん、タガログ語も喋れるよね。タガログ語はちょっとだけね。あれ何、フィリピンパブで教わったの？違う、あの知り合いのさ店がさ、うん、奥さんがフィリピン人でさ、うん、なんかいつもフィリピン語がすごい、まあ、飛び交ってんのね、うん、でも大したフィリピン語はできないですよ、タガログは。でもなんか喋ったんでしょ、うん、だってフィリピンパブなんか調査しに行ったって言ってたじゃん。いやいや、無理やり連れて帰ったの、あ、うん、どんなところかって、あ、そうか、常連のお客さんに、うん、やだっつったんだよ、うん、うちの近所にもさ、なんかキャッツアイっていうさ、キャッツアイいいね、一階なの、まあ、アイは感じないだよ。おお、いいね、ますますいいね、うん、ね、一階なんだけどさ、窓がないんでね。あ、いいね、うん、県北にありそうなさ、埼玉県とか、そういうのがあるんだけど、そこはフィリピンのパブなんだけど、うん、おっかなくて入れないじゃん、そういうとこって。大丈夫だよ。どうだったの、その時。いや、別にその時横に座った女の子がさ、うん、あの可愛い子だったけどね、俺の髪さ、うん、サラッとさ、髪サラサラっつったで、俺財布にさ、キティちゃんのピック持ってたからさ、あげたんだよ。そして喜んでたよ。キティちゃん人気なんだ。人気だよ、俺だって池袋でさ、外人のその観光客にさ、何度サンリオショップを案内したか分かんないもん。じゃあ何、そのフィリピンパブで髪サラサラって言われて、うんうん、
で、その子可愛かったの？可愛かったよ。じゃあやっぱりこうハマる感じはあるんだ。会う人はハマんじゃないかね。俺は全然、もともとほらああいうのはあんまりハマんないタイプだから、うん、でも、あ、そっか、あんま飲みやつっても普通に飲んでるだけだもんね。ああいうのあんまりね。でも田舎の方すごい多いよ。買ってなかったんだ俺。で自分もほらああいうので働いてたでしょ、あのスナックとかパブで。ああ、タンバリン叩いてたりしたところ。そう、うん、だからいちいち前説入れてた頃よ。あれ何、お客さんがカラオケやるたびに、カラオケやるたびにあの頃ガチャってやってさ、貸しカード出すんだよ自分で。え、貸しカードは何、どうすんの今は。分厚い本があるね、貸しカードね。ああそうなんだ。それでこの例えば銀座の恋のものだから、それをバーってめくるのは、でそれを渡すの。そう、渡すんですよ。でカチャってかけてイントロが流れてさ、さあ盛り上がってまいりました、今夜もさあ次の曲はギャランドゥ、誰ですか誰ですか、3番テーブル何とか様よろしくお願いしますみたいなイントロでバーってやって歌う。やったの。ここでアドリブ聞くんだよこういうの。ああそれで今のこう、そうそう、うまさが出てるしゃべりのね。兄弟ぐらいなんかでもさ、行こうぜ兄貴、おう兄弟さあなんつってあれだよ。俺ね調子乗ってくるとたんまり乗ってあげたりして、そうして何、お客さんもやっぱりガーン盛り上がる。乗っちゃうんだよ兄弟分だよ。そのギャランドゥの時なんてさ、俺は盛り上げて盛り上げて、はいって私さ、いきなりさ、そのお客歌い出す前にシュッって言ったシュッって言った。それでカムツローだな、シュッじゃん。そうすげえ乗っちゃった。そうなんだ。いや、そういう経歴があるから。その時俺あの客からなんて言う、肉で肉で呼ばれたか知ってんの俺。知らないよそんな。前髪長すぎて北郎って呼ばれてた。北郎くん、北郎くん頼むよって言われたよ。北郎くんほらバンドもやってたからさ、歌も歌えたからさ、よくまあ女性客と銀行とかね、歌ったもんですよ。あデュエットも、デュエットの間もずっとやらされて。それでもいい勉強になったね今思えばね。うん、いや何歳の頃、19かな、18か、18歳。それすごいよ。でほらあとママとかしかいないからさ、一応俺が男、俺しかいないからさ、一応店長なんだよね。ああそういうことね。名前はね、名前はね、鬼太郎で店長で、鬼太郎で店長で、デュエットするわ、タンバリン叩くわ、前先ほど前説やるわ、もうすごい兄弟分ね。いいね、陽気兄弟。銀行のリクエストが入れば、僕の方は酔ってしまうそうです。絶対お願いしますみたいな感じでやるわけですから。僕の方が酔ってしまいそうです。それよくやってたのよ。それさすがだ。オールアドリブだからね。お、すごいね。大変なもんでしたよ。それ今になってこのすごく生かされてるじゃん。そうだね。でも何、その時は自分でやっててもこう自分に向いてるなと思った。全然思わないけど周りの人は向いてるって言ってたね。なんでそもそもじゃそこで働くことになったの。いや、それね、違うんだ。知り合いのね、いつも行ってる喫茶店のマスターがここでバイトしたの夜、あそこで、で、自分辞めなくなっちゃったんだよ。ママに後釜いなきゃ困るわよって言われて、こうたら頼むよって言われて、あてがまで行ったの。そんな服ないやつさ、背広なんかもらっちゃってさ、着せられちゃって、ベルトこれセリーヌだぜってさ、着せられてさ、で、はいって感じで、はいって感じで。それ何年続くの。もう4ヶ月ぐらいかな。あ、短いね。ママと大喧嘩してるって。それ何でよ。わぜってママと喧嘩してたよ。とにかく気に入らなくて、でもフィリピン人が働いてたんだけどな。そこででも警察官の客とかとできちゃってさ、2組ぐらい結婚したよ。あそこの場所で、うん、でも結構俺も女のことが斡旋したもんな。斡旋ってか、どこのどういう、いや違う、だから業種なのそれ。いや男だけで飲みに来てる客がいてさ、遠くの方のテーブルでたまたま女の子が哀愁じゃないの。たまたまいると、マスターなんとかあの子が飲めるよね、マスターの子なんか来て聞かないかなみたいな感じで。ああ、お願いされんだ。お願いされんの。そうすると、ね、こういうとこどうすんの。それじゃあ一応声をかけてみましょうかねつってさ、声をかけてさ、あちらの客さん一緒に飲みたかったけどどう、めんどくさいねって。いいわよ、ね、ああ、でここでくっついて、そういうこともあってたんだ。あったよ。マスター、あれなんて3000円握らされてもらって、まあ、そこで金もらって、面接行っちゃ1000円もらって、そこで帰りにママが、小太郎、なんか食べてって5000円もらってやりました。かなり儲かんだね。まあ、いい日はね。そういう仕事したの。だあの頃さ、すごかったよ。俺、お盆片手でこうやって持つんだけどさ、3本で持つんだけどさ、ビール10本ぐらい、ね、くるくるくるって感じでさ、飛び回ってたよ。すごいな。それでも全てショービジネスの今この世界で生かされてるね。生かされたね。ね、その4ヶ月間はね。そうだね。
もうちょっとやったかな。やっぱ俺そういう仕事したことないからな、バイトとかみんな土建屋とかさ。バイトやもんだってしすぎだもん俺。他に何やったの？東北新幹線作ったの俺だって言ってた。あれ作ったのも俺だし、うん、どこ作ったの？どこのルート？いやあれはもうだからまだ18とかの頃だから、うん、まあ、まだ本当に道レール作ってる頃だよね。東北のコンクリートのボディみたいな、もう基礎、うん、基礎北上市だから多分仙台の先の方だと思う。あ、じゃあの辺は小太郎君が作ったと思って、うん、お前間違いないし、いない、その基盤の骨組みのところにコンクリート流し込む会社にもいたから、うん、そこにもいたんだ、うん、でそこはさ、うん、その手配しかで、ね、手配っていうかそのある事務所があって、うん、そっから派遣されるんだけどみんな謎なんだけど、まあ、まあ、ピンハネされてんのは知ってたけどピンハネの量がすげえんだよ。もうすぐこれニュース番組みたいになってきてよこれ。いやピンハネすごいされるわけよ。だってその事務所が、うん、まあ、そのコンクリート会社に派遣するんだけど、うん、俺もバカだよね。そのコンクリート会社に直で行けばいいのに、うん、なぜか変な事務所に所属しちゃったからね。ああ、そこのコンクリート会社じゃなくて、その事務所を通してコンクリート会社に派遣されるわけ。なるほど。だから例えば日当8000円出たら、うん、3000円で引かれてるわけよね。ああ途中でね、うん、抜きすぎだと思ったんだよね。その時に、うん、で、うん、ある日俺のその同僚っていうかそいつがパチンコ屋ですごい負けてきたんだよ、うんうん、それでいくら負けちゃったっつったら社長がお何日分だって言ったんだよ、うん、それで俺パッと計算しておかしいなと思ってなるほどね、そこの差額で、そう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 、やっと分かったんだ、おかしいなと思ってあれ、うん、俺やられてる、そうそう、これやられてる、やられてると思ったけど、うん、多いなと思って、やっぱりやられてた。でそのあと、うん、作る以外で、うん、あの線路のなんかネジをなんか、ああボルト止めるのね、ボルトかな、うん、枕木のボルト止める、あれ夜中にさ、うん、夜中に本当にねもう12時集合とかなんだよ。そうじゃあ絶対で電車とかはね、で山奥の方までさ車でバーって行くの、うん、だ実動1時間ぐらいなんだよね、うん、あそうなんだ、その行き帰りのあれがあって、あああまり遠くてね、うん、でギャラもいいんだよ、うんうんうん、ただ寒いし怖いし、あれ高いところであるの、うん、あれボルト止め、うん、やめた、そうか高所恐怖症だから、ね、高所恐怖症だから、ね、できるわけがないんだよ。いやだよね、日本ぐらい止めてやめたんじゃないの、うん、じゃあ、いやいや、そういう日はやったよ。でもテスト運転かなんか、なんかバーって向こうから来てさ、その時に、うん、壁にさ、うん、ギリギリまで吸い付いて避けるんだ。ああ、そのテスト車両が通るのに、怖い怖い、あ怖いねそれ、怖いよ。じゃあ東北新幹線は孝太郎君が作って、上越新幹線は田中角栄が作ったと思えば間違いじゃないよね、うん、あとね気仙沼の方にね、うん、今もし高いビルとかそういう建物があるとしたら、まあ俺の側に立ってるね気仙沼には高いビルないよ多分まあ高い、分かんないけど地質調査もやってたから、地質調査、うん、それもあバイトで、うん、掘るんだよ、あのその、まあ、紙コップぐらいのこういうのでさ、うん、パイプ刺してどん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 くっつけて、ボーリングするのね、うん、すげえすんだよあれ、あれもやったな、泊まり込みでさ、そ単純にないよねそれ、いわゆるその若い時にさ、うん、やっぱ金欲しいじゃん、うん、ギター買ったりなんだりするために、違う違う生活するためだよ、もう生活費のために、そうだだって一人で住んでたから、あそう家出した後ね、そうそ う, そう家出てからだから、じゃあもう職種問わず、そうそうそう、で別になんでギターでやるつもりだからさ、あギターで食うつもりだ、うん、買ってるならばやめちゃってたから、恐ろしいな。ちょいいっすか今日はこんな感じで、あもうそんな時間、うん、あそう、はい、はい、じゃあコレクターズの、スケジュールを言いましょうかね、うん、3月の20日仙台の円でワンマン、うん、ねこれ銀次さんのポスターがそう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 迎えてくれる、迎えてくれるんだよね、今度ちょっと色塗ろうかな、あのポスターに俺銀次さんの、あと丸いやつ言ってさ、ポスターのさ、うん、目とかに画鋲刺してるんだよねあれはやめてほしいよね、こっちが痛いもん、銀次さん刺してよやめてよそれが次の日3月21日旧神奈川県立三崎高校、もう今ね廃校なんですけど、ここでロックの学園っていうのが、銀次さんにさ、はい、小太郎なんとかコピーしてじゃあ CDR にして送るよって言われて2年経つね、何まだ来ないんだよ、何を出したの俺も忘れちゃったよ何を頼んだのか、銀次さんの話すごい面白いよね、面白いよ、昔年賀状いつもやりとりしてたじゃない、やってた、ここ数年来ないねなんて言ってね、その時たまたま銀次さんに会ったんだよね、あの空港で、ね、そうして銀次さん年賀状来ないでさ、あやめたのよあれって言ったもんねやめられてもねこっちはずっと出してたもんね、やめたのよあれってよかったね、冷やし中華出るんだよね、いや冷やし中華季節もんですからね、はい、毎年恒例の、渋谷クラブクアトロのマンスリー、ビートフルサンデーライブ、これ始まります、うん、4月からですね、来月、
4月5日、5月10日、6月7日、7月5日、8月23日と4月からあなたの好きな夏の、まさかに8月まであります、4月18日はなんと横浜ベーシス、横浜結構綺麗なライブハウスで好きなんですけどね、ここでもライブやりますのでぜひ遊びに来てください。このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンボイスウェーブのサイトからダウンロードできます、うん、アドレスは www.voice-wave.jp、毎週木曜日夕方こっそり更新、まあ、iTunes にも登録されていますけれどもボイスウェーブのサイトから当たり前じゃんこうぜひこっちからチェックしてもらわないとね、たまには買い物ぐらいしてもらわないとね、そっちでね買い物してもらわないとね、立場がないから。衝動買いとかするタイプ？もうすごいよ、衝動買いのこうちゃんだよ。え何買うの？例えば最近減ってきたけどさ、やっぱでも例えば何買っちゃった？アマゾンなんていかないんですよね、飲んだら。あれね、ワンクリックでいっちゃうからね。そうそうそう、で孝太郎君の知り合いであれ2回クリックしちゃって2つ買ってるんでしょ。そうそうそう、俺だよ何なの？俺だよ。だってボックス2つ買っちゃったって人から言ってたの。2万1000円のボックスもいるいる、孝太郎君の友達でね、うん、2回あれって言ったのかなって僕は確認そうそうそう、確認のほらダブルクリックしないと赤い時代の人たちだから、そうそうそう、ダブルクリックしちゃったら、うん、4万2000円払っちゃったっていうねでも俺も同じ本2冊したんだよね。あ、そうやめてよと思ってそれに高い本なんだからねえ、ワンクリックっつうのはちょっとワンクリックが怖いよ。怖い。ダブルクリックにして、ダブルクリックにしてよな。ダブルクリックにしてよ。ズボンのダブルは嫌いだけどね、ズボンダブルはね、あの太い感じとね、ワンクリックみんな気をつけてくださいね。ワンクリック詐欺ね。そう、ワンクリック勝ち詐欺ね。メールも受け付けてます。袋24@voice-wave.net、ね、相談も乗りますと、はい、いうことで。しかしこう喋れば喋るほど孝太郎君ともう25年ぐらいお付き合うんだけど、もうすごい知らないこといっぱいあったね、うん、いやだから俺も封印してるからね。だから最近封印してたの、うん、だから最近ほらもうさ、うん、年も取ってきてさ、これ遺言なのこれ。遺言っていうか何つうの、イメージもクソもないわけよもう。ここ22年やってきて、うん、でね、うん、もうなんてイメージっていうかさ、ギターはもう弾けるしさ、うん、ギター弾ければもう何でもいいやみたいなさ、あの、うん、どう見られても、ああそういうコアがあるから、パブリックイメージをわざわざこう作らなくても、そう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 、どうでもいいわけジャキーンっていけるからね。あだからまあそう、今まで言わなかったような蓄積されたことも、ね、まあ、この機会にね、なんかコア表のバンドとかでさ、うん、イメージ作ってる人とかね、ちょっと嫌だね俺それ実は。ほら裏ではさ、すごいなんか仲良く楽屋とかで喋ってるくせに、うん、番組出た途端にさ、そう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 、どれですかみたいな人いるじゃん。あの挨拶はないよね。俺ね、俺までそんなやってて、どれですか、うん、ダメなんだよそれ。俺はもういろいろこうね、さらけ出したいんだよね。さらけ出したいの、さらけ出したいの、うん、でもなんか一つ危険なのはさ、うん、こうマライアキャリーを例にとってみるとさ、うん、売れなくなるといきなり喋り出したりさ、へそいっぱい出したりしだすみたいな、うん、そういう風に取られたらやだなと思って。あと危険なのはさ、うん、俺ら今これ番組だからこんな喋ってるじゃない、うん、飲めば喋るけどさ、まあね、日頃割と無口なタイプなの、どっちかというと。まあ、うん、ね、割と怖く見られるしさ、そうだから会った時にね、初めて、うん、俺らがこんなにこの勢いで喋んないから、そうそうそう、嫌なやつとか思われないよね。あ、そう、あのね、うん、結構喋り家のっていうか、あの何、漫才師の人とかってさ、うんうん、こうテレビの量ですごい面白いからさ、うん、普段面白い感じがするけど全然違うもんね。全然違うの。すんごいストイックでさ、こう不機嫌でさ、そういうこと誰ですか、そうだ、俺らも、うん、普段はもうゴルゴ13ってことをみんな分かっておいてもらわないとなるほど、普段はゴルゴで、うん、ポッドキャストが始まるとそうそうそう、こういう、ね、それをみんな分かっておいてもらわないと、今日機嫌悪いのかな喋んないからみたいに思われると困る、うん、それ困るってことなんですよ。確かにそうだ、うん、ということで次回もぜひダウンロードしてください。そうですね、はい、じゃあお別れのご挨拶をどうぞ。 Do the download. Do the download. 池袋交差点24時